町に行っているということで、はい、落ち着いたなと。さっき質問したのとあれなんですけど、柔軟にこういろいろ変えていかれるのが、例えばあのワンキュッパーとか1キュッパーが下がってきたら、同じようにちょっと下げたりとかするか、そういうことだけではなくて、まあ、まだ何も決まっておりませんけども、マーケットのニーズに合う方向性ということになりますね。今はその、1880円がマーケットのニーズに合ってるっていう、はい、そういうような、はい、それで一回ちょっと実験をしてみたいな、組み込みで全部入ってる中では一番安いっていう、そういう、そうなりますかね、はい、今日 の発表もたくさんありましたけど、ええ、今のそのオートセッションを見てると、なんだ、スマホの月額利用か料金がポイントで払えるっていうのがやっぱ一番の、はい、そうですね、はい、今までしてなかったっていうのが面白いし、ええ、ちょっと準備に、システム開発と準備に時間かかりまして、もともと去年、ぜひやりたいということで、皆さんとも話をしたんですけど、ようやく今回実現ができたと思います。利用者がこう増えてきたから、楽天モバイルの利用者が増えてきたから、まあ、やるでもいいかみたいな、そういうところもあるんですか？いや、当初から、はい、それは視野に入れておりました。ただ実はバックエンド のシステム開発って結構膨大なものがありまして、はい、ポイントとの連携ですね、それをビリングシステムにつなげないといけない、そこの開発に少し時間を要しましたけども、はい、先ほど、通話締めの比率が上がってるって話されてましたけど、はい、ほぼ MNP って感じなんですか？それね、そこどこですかね、公表してないです。高いです、ね、高い、うん、新規というよりも既存の契約をこっちに変えてきてると、うん、だそうです。その MNP の比率みたいなのが出てこないんですか？およそこれぐらいがそうなんですか？出してない、出してないですね。でも高いっていうことは半分以上はそうです。それは高くなってるもんなんですか？こう日に日にこう割合に。月にもよりますが、増加トレンドであります、ね。まあ、多分その背景には今 MNP からの移行の時に、従来はその電話が通話がつながらなくなる時間とか日数とかありましたけど、これがもう激減しましたし、今はもうおうちで MNP という形で。その場でアクティベーションする形でも、そのタイムロスをゼロにほぼ近くすることもできるようになったことによって、皆さんその MNP での MVNO への移行ということに関しての抵抗感がちょっと下がってきてるんじゃないかなと思いますですね。あと端末なんですけど、その日本メーカーと海外メーカーの今比率ってどれくらいになってるもんなんですか？およそ半分ぐらいです、ね、半々ぐらいの感じですか？少し海外メーカーさんの方が多いですけれども、はい、大体まあ55か64ぐらいで、やっぱりその辺って日本メーカーの安心感が受けてるって感じなんですかね。日本メーカーの場合やっぱお財布携帯重視の方はそちらになりますよね。シニアにこの先ほど注力するといいますか、そういった話もあったと思うんですけど、まあ、シニアがそのサポートするっていうのは、シニアに対するそのサポートを充実させるっていうのはまあ分かるんですけど、はい、そもそもそのシニアは何のためにスマホを使うというか、そのシニアに対するそのスマホの価値の提供っていうんですかね、はい、こうシニアの人はこういうことをやればいいんですか、いいんじゃないですかみたいな、そういうのってこう、なんだろうな、楽天モバイルとしてこう提案していきたいみたいな、そんなのがありますか？そうですね、いろいろあると思うんですけど、実は5月30日に、九州初上陸の福岡天神地下街店を、私半日ずっとお店に立ったんです。あるご年配の女性の方が、使うのは電話とメールと株だけだと、でなんかカバンの中からその儲かる株の方式みたいな本出されて、これをやってるんです。これがガラケーからスマホに変わったらどうなりますかというふうなご質問いただいたんですけど、結構そのご年配の方もですね、インターネットのリテラシー高いですし、それが何でもかの幅広い分野ではなくて、その特定のなんか業務というかアプリの分野においては、もしかしたらそのヤング層よりヘビーユーザーかもしれないなと思ってますので、そういったそのユーザーさん そのビヘイビアをこういろいろ分析することで、例えばそれこそ証券とか、我々楽天証券がアイスピードっていうアプリも持っているわけで、そういったものとの連携、いろんなことできるかなと思います。まあ一例ですけれども、ちょっ
事業全体の話なんですけど、はい、まあ、ちょっと外部の調査会社でこの間、まあ、楽天さんのシェアがかなり伸びているという結果出てましたけれども、はい、その現状その伸びとしてはどういう状況できていて、はい、今後、まあ、こういった新プラン導入でどういう層でどういう伸び方を、あ、どういうところをつかめていきたいかっていうのをちょっとお聞かせいただきたいんですけど、はい、おかげさまで事業は順調に、もしくは計画以上に伸長しております。残念ながら今その具体的な数字を弊社の場合公表しておりませんので大変恐縮なんですけども、これは毎四半期の楽天株の決算発表の時に、この過去3回社長の三木谷がご紹介しましたけど、楽天カード今日本です1300万のカードホルダーになっているんですけども、その事業の最初スタートしたマンスゼロから その獲得を見たときに、実は楽天カードよりも毎月の新規獲得っていうのは楽天モバイルの方が多いんです。でカードっていうのはリプレイスじゃなくてその追加ですよね。別にアメックス持ってて楽天カード持ってもいいし、でもスマホって基本的にはリプレイスメントのはずなんですけども、それでもこれだけ伸びてるっていうことは、まあ、三木谷枠この先が末恐ろしい成長になるだろうというふうに大きなプレッシャーをもらってますけど、その辺手応えとしては平井副社長も感じていますね、はいはい、で今回の新プランっていうのは今まで取ってた層がどこで、今回新プランでどういう層を取りたいかっていう狙いみたいなのは、ここはどうですか。よりその料金の合計にいくらあるかっていうのが分からないっていう、リテラシーの低い方の方が分かりやすさっていうのは増えてくるかな。やっぱりあのプラン自体もシニア向けというか、特定の年代層をターゲットしているわけではないですけれども、まあ、料金が分かりづらいという方をより引き寄せたいというのがありますね。それはシニアだけではなくて、そうです、ね、女性層みたいなのもあるかもしれない。そうですね、男女比率みたいなのって知ってました。男女比率は知ってました。公開はしてないですね。ただ MVM の中でおそらく女性比率は高いことですかね。100店舗今回展開されるというお話でしたけど、はい、これで何都道府県カバーできたんでしょうか。はい100店舗で何都道府県カバーできるんですか。47都道府県中の 95% 都道府県の数で90何パーセント、まあ、今年100店舗オープンしますっていうのを1月28日に皆様に宣言して順調に推移してますし、多分100店舗をちょっと超えるぐらいまでいけるかなと思いますので、まあ、来年は、まあ、直営店9店舗ありますけど、ここがハブになってハブ&スポーク的にその沿線路線をうまくカバレージしていきたいなと思っています。その地方までカバーしていくとなると、やはりそれだけでもなかなか復活する場所っていうのは結構出てくると思うんですけど、その、まあ、先ほど地方のお年寄りなんかもカバーしていきたいという話でしたんですけど、この辺はどう対応されるお考えなんでしょうか。まあ、それぞれのパートナーシップで、まあ、量販店さん専門店さん、しかも新しい、まあ、今日ご紹介したようなそのパートナーショップという新しい形で、まあ、もう本当ルック&フィールは楽天モバイル直営店と同じで、代理店さんが代わりに、まあ、いわゆるフランチャイズ的に運用をいただく店舗も新しく開発しましたし、そういったお店がどん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 増えてくるのかなと思っています。でもっとこの先にはですね、その事前にネットでお申し込みになる、ある程度までお申し込みをされていて、あとはもう場所的にそこで SIM カードを受け取る、もしくは端末を受け取るようなその SIM 配送センターみたいな、本当にカウンターだけの、そういった新しいその店舗モデルというのもあるんじゃないかなとは思ってます。ローソンさんと言われていたコンビニとの取り組みというのは今後拡大されるということでは。そうですね、はい、今ローソンさんとはその路線単位で、どう拡大するかというのを今検討中です。ゲオモバイルみたいな携帯も含めて100ですか、じゃなくて直営。いや
含めて、はい、アジテケーキ、直営店はもうあの福岡天神地下街所で9店目で一応、はい、今は、はい、なるほど、はい、ゲオモバイルみたいな別ブランドもあれば、ブック&フィルが楽天モバイル的なものも、はい、全部含めて、はい、やっぱり代理店の引き合いも増えてきたりするんですかね。増えてますね、うん、ぜひ一緒にやりたいという申し出をたくさんいただいてます。ただあの以前から申し上げているように、やみくもにそのタッチポイントを増やすんではなくて、やっぱり一つのそのクオリティ、お客様との接点のクオリティはキープしないといけないので、そこはきっちり精査しないといけないと思っています。あとあの、まあ、競争の塾で楽天スーパーポイントというのが今回それを受講できるというのが打ち出されて、あの他にゼロレーティングとか多分、まあ、競争の塾がいろいろできてると思うんですけど、まあ、あの LINE がまあソーシャルメディアを利用するとかですね、やっぱりこうなんか、特色の打ち出し方っていうのは楽天としては、先ほど の, そのプラットフォームみたいな話でしたけど、はい、今後どういう方向を考えられますか。今ご指摘いただいたような点もこれから十分検討していきたいと思います。まだまだその楽天グループ経済圏の中で我々自身が直接その組み合わせたりエンベッドしたり、というのができてない事業もたくさんあるので、まあ、一つ一つそういった事業とコラボレーションしていきたいなと思います。今日バイバーを日本で押すよりも、まあ、他のアプリを担いで出したところがいいと思うんですけど、そのあたりは。なるほど、そうですか。ワイバーは我々も社内でしょっちゅう使ってるんで、はい、いいと思うんですけど、はい、それもあのアドバイスとしていただいて。質問以上でよろしいでしょうか。すみません、ツーオプションが、はい、あのポイント充当の対象外になっているところですけれども、やっぱりあれは収益影響が相当大きいんですか。はい、いや、ですね、それ楽天電話5分かけ放題なんですね。そうですね。あのサービスは、楽天コミュニケーションズ株式会社が提供しているサービスなので、サービス提供母体が楽天株式会社じゃないもんですから、今別になっています。やりようはないんですか。もちろん将来的にはやりようはあると思っています。なぜならば今そのシステムが別なんです。要はその通信で一番重要なのは顧客料金系システムとカスタマーケア&ビリングという膨大なシステムがあるんですけど、これがサービスごとになっているんですが、そこの回収が必要になるのでちょっとお時間がかかるかなと。じゃあやる気はある。いや、私はもうあれこれ入ってないだっけっていうのが最初の反応だったんですけど、あそうだ、考えたらサービス提供母体が違うのでそこはちょっと時間がかかるかなと。ただ将来的にはもうワンストップで全て楽天スーパーポイントが楽天モバイルをご利用のお客様のもう共通通貨みたいになっていけたら素晴らしいなと思います。やっぱり競争が激しいことを考えると1年ぐらいとかですか。ちょっとまだ開発計画はまだ分かんないので、はい、またあの決まり次第またご報告を紹介したいと思います。エコシステム内 の, そのモバイル部門という考え方で捉えると LINE なんかかなり近い位置づけで今度参入してくると思うんですけども、その競争相手としてどういうふうに見てらっしゃいますか。まあ、もちろん LINE さん事業の詳細はまだ明らかにされていらっしゃらないので、どういうふうな形で入ってこられるかはよく分かりませんけれども、ただある意味、この MVNO 格安スマホじゃなくて MVNO という一つのビジネスモデルそのものがこれからもっともっと広がっていく、そういった意味では LINE のこの事業参入というのは私どもは歓迎しています。で一緒にやっぱりマーケットを作っていきたいですし、一緒にいろんなディスラプティブなイノベーションを起こせていく、やっぱりいいライバルであり、はい、いいパートナーになれたらなと思いますけど。結構余裕ですかね。余裕ではないのではなく、はい、ちょっと立ち位置が違うと思いますので、以上でよろしいでしょうか。すいません、ありがとうございました。どうも。